やっぱり君か。君がゆずき、ゆずきルナさん。あ、ゆずきって名字だったのね。普通にルナちゃん言っちゃった。ルナちゃん。あ、こんなに小さな子供だったのか。本当にジムミミコは来てくれたの？そうだよ。今廊下で待ってる。どうして私のところに？手紙をくれただろう。先生に会いたいって。それに君にかけられた呪いのことも気になってた。信じてくれてるの？え？もちろん。先生にしか君の話は信じてもらえないと思うよ。そっか、みんなには見えていないんだね。先生を呼んでもいいかな？え、緊張するな。こういう時って手に人って字を書いて飲み込むのがいいんだろうな、ルナオ。大丈夫だよ。先生は君の味方だから。うん。先生、お願いします。ごきげんよう。うわ、本当に来たー、来やがった。あなたが、ゆずきるなさんですね。はい。お手紙を送ってくれてありがとう。あの、テレビでいつも見てね。すごいな、すごいなって。めっちゃ緊張してるね。ふふ、見てくださってるのですね。ゆずきるなさん、あなたは呪いに苦しめられてると聞きました。うん。どんな呪いか話してもらえますか？赤い糸だよ。赤い糸？はあ、赤い糸。おまじないっていうか呪いだったんやな。って呪いで言おったわ、前から。けど、両親から呪われてるみたいなこと言おったけど、両親から引き継がれた能力だったん？もしかして、そうなると。確か、ご両親が亡くなったと手紙に書いていましたね。うん。そこに写真があるよ。テル、撮ってあげなさい。はい。どんな感じなんだろう、両親。わあ。真っ黒。顔、目の上から真っ黒ですね。どうして？こんなになんで真っ黒な？ルナちゃん、顔のこの部分、目の上の部分だけライターで燃やしたん？そりゃ呪われるわ。呪われるべきことをやったもん。お母さんと、あ、いや、お父さんとお母さんはすごく仲が良くて、赤い糸で結ばれてたんだって言ってたの。だから死んじゃった後、夢に出てきて、私にも赤い糸の呪いをかけたんだよ。ほほう。夢の説明のことを考えながら説明すると、それはつまり娘との絆を保ちたかったみたいな、そんな感じになるのかな。今も赤い糸の影響を感じますか？うん。かわいそうに。本来は愛情を表現する赤い糸があなたを苦しめてしまっているようですね。死してなおあなたを思うご両親の魂が呪いをかけてしまったのでしょう。先生にはわかるんだ。もちろんですよ。
なぜなら私がゴッドハンドミミコだからです。誰にも理解せずされず辛かったでしょう。私が来てからには安心していいですよ。なぜなら私がゴッドハンドミミコだからです。ははい。ですがルナさん、一つだけ忠告をしておきましょう。え、人は死にすぎてはいけない。この言葉の意味はわかりますね。うん、いや多分分かってないと思う。そう言われてさ、分かってますねでさ、すぐに理解できる人はそんなにいないと思うわ。俺だったら理解できないもん。アマスさえ、確かルナちゃん現代が13歳で、その4年前のことは今9歳だろ。9歳の女の子にこれは理解できないと思うわ。多分このうんっていうのは多分もうなんかとりあえずで返事しただろ。わかるぞ俺には。人には知ってはならない世界があるのです。そしてそれは時として人に害を及ぼします。ルナ、あなたは何も知らずにゆっくりと眠りなさい。すべて私に任せなさい。なぜなら私はゴッドハンドミ、うん、ユメミミコは本物だった。呪いの正体を見抜いた霊能者と霊能力と、すべてを包み込むような母性。テレビで見ているときと同じように、ユメミミコのカリスマには人を安心させる力があった。そして安心したのか、ユズキルナは眠りについた。テル、また日を改めてきましょう。家で話したいことがあります。ん、わかりました。まさかここでルナちゃんが出てくるとは思わなかったよな。やっぱ妹じゃなかったんじゃ、本当の妹じゃ。これいる、ゆずきいるな、これが重要。あ、おか、両親もちょっと気になるな。両親も気になるな、この顔。この顔の隠れ方、この色欲の作者が色欲の前に作った、あの、何やったっけ、あ、思い出せん。あ、つぐの日じゃ。つぐの日以来やな、この顔。娘のルナと3人で山の湖へドライブに行った時に事故に遭って死亡。か。で、ゆずきいるな。8歳か。まあ、誕生日来てないけど8歳なんだな。ルナだけが生き残った。うん。お、おお、家か。さすがに疲れましたね。一休みしましょう。はい。わー、出た、この部屋。ミミコルーム。ミミコルームだ。フードは取らないんですか？今、取りますよ。わー、素顔出てくる。どんな感じなんだろう。わー、なんか思ったような感じと違うな、お前。うわぁ。なんか、宮殿におる、お姫様みたいな感じの顔やん。高貴な感じ。すげえ高貴な感じ、お前。家の中なら素顔を晒しても安心ね。テル、お茶を入れてちょうだい。はい。先生は家の外で素顔を見せることはなかった。
ミステリアスな方が説得力があるからと、そう言っていた。外では占い師ユミミミコを演じるために俺はサポートするマネージャーに徹していた。ふう、疲れたわ。私も年なのかしらね。テール、少しだけ休むので、あなたは本でも読んで勉強していなさい。はい。先生の書斎には様々な本が置かれている。とは言ってもほとんど読んでしまったのだが、どうする？おお、なんかちょっと興味あるな。呪術の本棚とか勉強しないと言うならいいんだから、呪術の勉強しなきゃね。はい。どんな呪術があるのかな。嫌いなあいつを地獄に落とすような呪術はあるのかな。占い師という職業柄、呪いに関する本も多く置かれている。呪いに関する本を集め、先生はユミミの家系に伝わる力のルーツを調べていたようだ。夢に入る能力、ドリームリンク、そして生き長いにして夢を作り出す真の力。霊の顔を倒したのは夢を作り出し閉じ込める能力だった。俺も真の力に目覚めれば霊と戦うこともできるようになるだろう。で、できるようになったのが前回の第8話の話か。バリバリ戦いよったもんな。闇テルがもう敵側の人間かつか闇の人間かつぐらいすごいやばい感じだったもんな。だが俺の霊力はまだ弱く、夢に入るドリームリンクすら使えなかった。先生の話では夢と関わった人間は霊力が高まるのだという。つまり霊力で救い出された世界に近づくことで人間にもともと備わっている霊力が高まっていくらしい。俺は霊力修行で夢に何度か入り、少しずつ霊力が高まっているそうだが、まだドリームリンクを試したことはない。どうする？あ、海外の本も 見させてもらえるんじゃ。海外の本ってなん、え、海外でどんなことがあるか、海外でなんか有名の話とかあるんかな。先生には海外の本を集める癖があった。めっちゃ美人ですね。先生は占い師として成功する前、一度だけ海外へ行ったことがあったそうだ。めっちゃ服装似合っとるもんな。先生と別れた男、つまり俺の父親と二人で旅行へ行ったのだそうだ。そういやお父さんの存在全く出てこんもんな。別れたってもう離婚したみたいな感じなん。二人で大聖堂へ行き、永遠の愛を誓い合った。結局俺が生まれる前に別れてしまったようだが、ダメじゃん、ダメじゃん。お父さんの顔見てないやつじゃん。その頃のことはあまり聞いたことはない。その時の寂しさを補うために海外の思い出を集めているのだと俺は思っていた。身の回りを思い出で固め、寂しさをごまかそうとしているのだと。先生の座る玉座も海外から取り寄せたものだ。だからここで寝るのが好きらしい。今もその頃の夢を見ているのだろうか。お父さんどんな感じだったんだろう。先生はまだ寝ているようだ。どうする？事実者の権利。何だそれ。先生が事実の本を集めていた理由はもう一つある。それは呪いの発祥と権利を調べるためだ。この世界には霊力によって呪いを発言させた者たちがいる。彼らは呪術者と呼ばれ、呪いを生み出した初めの人間となり権利を得る。俺たちは呪術者から権利を受け継ぐことで自分の能力とすることができる。今回ユズキルナの両親がかけた赤い糸の呪いも
死んだ時の霊力で発現された呪いになるわけだが、先生は呪術者の権利を受け継ぐつもりなのだろうか。そういう解釈なんだ、この世界の呪術者って。話したいと言っていたのはそのことだろうか。まだ寝てる。起こした方がいいのだろうか。ここで寝るよりもベッドで寝た方がいいと思うんだが。どうした？ん？あれ？本が落ちてる。こんな本あったのか。何？ちょっとエッチな本？エッチな本？グラビアアイドルの写真がある感じ？え？色欲？何この古そうな感じの。しかもストレートになんかゲームのタイトルついて、重要人物、重要人物じゃないわ、重要資料、完全に重要資料です。はい、出ましたこの文字。色欲って4文字で、4文字か3文字じゃ感じやけん。この本はまだ読んだことはないな。わーお。あの時俺が先生の書斎で手に入れた色欲の呪術書、その本を読み進めることでその恐ろしい効力を俺は知ってしまった。わあ、その言い方、知らなかった方が幸せだったみたいな感じ。なぜ先生が持っていたのかはわからない。発祥 年月不明、著者不明、先生が手に入れた経歴不明。これでさ、偶然見つけたみたいな、デスノートみたいな感じの手に入れ方はちょっと嫌やな。そんで数日後、死神がさ、使ってるようだな、みたいな感じで来るんじゃないだろうな、お前。使ってないわ。だが、この本のせいで、俺たちの運命は狂っていったんだ。やばい、本当にデスノートみたいな感じなんだよ。矢神ライトやって、デスノート拾ってなかったら、あんな感じの展開にならんかっただろうに。いずれ、色欲の謎にたどり着かなければならない。私有記憶の呪いはテールにかけられたままなのだから。あ、目開いた。あ、先生、起きましたか。ええ、少しだけ眠れたわ。ゆずきルナについて話したいと言っていましたが。ええ、赤い糸の呪いについてです。テール、あなたには見えていましたか。はい。そこ、え、赤い糸、そこ首元。え、もうなんか死の呪いをかけられたみたいな感じだろ。もう数日後に首チョンパされるんじゃないの。首チョンパ、首チョンパされるんじゃないの。はっきりとか。しかも板というにはかなりの太さで強硬に巻かれているようでした。糸っていうか、もう糸っていうか、もうさ、もう首輪みたいになっとるやん、お前。もうなんか束縛されてるような感じになってる。あの赤い糸の呪いは彼女のご両親がかけたもの。夢に関わり霊力が高まったものならば見えるのです。ルナは夢の中に両親が出てきたと言っていましたね。つまり両親の霊はルナに取り付いており、いつでも夢の中へ連れていくことができるのです。私たちは両親の夢に入ることはできますが、厄介なのは赤い糸です。糸を取り除こうとすれば、彼女の両親はそれよりも早くルナを殺してしまうでしょう。人質に取られてる。ではルナはどうなるんです。ルナにかけられた呪いの力はあまりにも強すぎます。心苦しいですが、私の力ではルナを助けることはできません。そうか。そんな、
ルナは先生を頼って手紙を送ってきたんですよ。俺たちが助けなきゃ誰が助けるんですか。テール、ルナの両親がしたことは愛情などです。え、歪んでる、歪んでる愛情のやつだこれは。テール、あなたとは二人三脚でここまでやってきましたね。私が不甲斐ないばかりにたくさんの苦労をかけてしまいました。私がもし死んだら一人で残されるあなたのことを真っ先に考えます。死してなお子供のことを思い続ける。ルナの両親がしたことは私には親の愛のように思えてならないのです。私も一人の親なのですよ、テール。先生。でもさ、だからってさ、ルナちゃんに似合ったように、テル君に対しても首輪みたいな感じでつけるのやめなさいね。束縛力が強すぎるやつはダメですよ。な、何を言ってるんだ。一度だけ、本当に一度だけ、先生が口を滑らせたことがあった。俺が父親に似てきたと。父親？その言葉は俺の性格を歪めてしまった。父親は先生と俺を捨てと思っていたからだ。そんなやつと俺が似ているというのが許せなかった。その言葉を聞いて以来、俺は愛情が何なのかわからなくなった。先生が俺をそばに置く理由は、いなくなった父親の代わりだからだと思うようになった。だからこの人を先生と呼び、距離を置くようになった。確かに、なんか親子なのに先生って呼ぶあたり、呼ぶし、なんかすごい他人行儀というか、親子じゃないような感じの関係になったもんな、見た感じ。だから先生が突然親の愛を口にした意味が俺には理解できなかった。お父さんのことが出てきたな。この辺はさっき話しとった内容やけん、もういいかな、この、うん。そして別の日、ふう、この日俺は先生が好きなバラを買うために一人で買い物に出た。情熱の赤いバラ、そしてジェラシー。昔たくさんのバラを海外旅行で見たのさ。そうだ、バラの花が枯れてしまうと力が、調子が出ないらしい。なのでたまにこうして買いに行かされる。男一人でバラを買わされる身にもなってほしいものだ。あの日以来、先生とは柚木ルナの話はしなくなった。ゆめみの力では助けることはできない。柚木ルナのことは諦める。頭では分かっていた。だけど、こんな無責任なことでいいのだろうか。俺の知っている占い師ゆめみみみこは、そんなキャラじゃなかったはずだ。両親が死んだ柚木ルナ、彼女はもし助かっても一人で孤独に生きていくことになる。そうなるのが分かっているから、彼女もあがいと受け入れようとしているのか。両親と共に死ぬこと。あ、そうか。ここで夢から夢乗りを断ち切ったら一人ぼっちになってしまうって考えてか。いや、違う。だったら初めから手紙なんか送ってこない。ルナは助けてほしいんだ。結局何一つ解決してないじゃないか。あの子は俺たちを頼ってきたのに、リルカのことも助けられなかった。一体どうしたらいいんだ。誰？
あれ、すいません、小銭持ってませんか。キラビ、キラビじゃん。将来男装してホストとなるキラ先輩じゃん。こんなところで出てくるんじゃ。ちょっと喉乾いちゃって。え、誰？将来の上司だよ、先輩だよ。いや、今はこれ買っちゃってお金はないです。そっか、どっかにお見舞いに行くのか。え、だって花束持ってるじゃん。いや、違います。訳ありか。悩みなら俺に話してみろ。そうだった、きらび姫はこんな感じでズキズキ来るタイプだったな。ほっ、なんだ、こっちの事情にグイグイ入り込んでくる。たころうとしているのか。やめて、そういう言い方はちょっとやめてあげて。ちょっと急いでるで失礼します。あっ。下打ちやめろお前、本当にたころうとしてるみたいになってるやんお前。な、何だったんだ。お見舞いか。ゆずきルナ、お見舞いに行ってみようか。どうする、なんだ。本ルートだけ進めるならこの家に帰るルートになるんだけど、お見舞い行ってみよう。これどう、せっかくなら行ってみよう。そうだな、お見舞いに行ってみよう。あの日以来来なかったからな。なんて言おう。そうだ、ちょうど花束が合うじゃないか。ちょっと待って、それミミコ先生にあげるやつじゃん。いいのか、これ渡していいのか。おい、起きてるかな。あっ、これもしかしてさ、向こう側にルナちゃん裸でおるとかいう、そういうちょっと無風な感じにならない？え、テル君一応、これ過去のテル君やけど、一応主人公やけんさ、そういうラッキースケベテルに会ってもおかしくない立場ではあるんだ。こんにちは。